待ってる。はい、はい、それでは皆さんこんにちは。単独でインスタライブやるのは結構久しぶりなのかなと思うんですけども、まあ今日は本当に秋晴れで気持ちのいい日です。ということでですね、今日はちょっとのんびり園内散策しながらみたいな感じで行こうかなと思うんですけれども、まあ、どうしても自分解説しだすと喋りすぎるので、このカメラはきっとお客さんというの目線カメラということで、でなんかもしちょっと聞きたいこととかあればちょっと喋っていくみたいな感じで、ちょっと静かに園内を楽しんでみたいなというふうに思います。ということでですね、今やっぱりちょっと秋なので、少し秋を感じるからスタートしようかなということで来ました。まあすごいですよね。まあ、トナカイです。でうちのこのオスのデナリですね、もう毎年毎年角は立派になっていくんですけども、ちょうど袋角が、まあ、枯れ角になって、まだ少し一部ね残っているのがあるのでちょっと汚らしいんですけれども、これがだんだんと、まあ、いろんなところでこう角研ぎをしながらきれいになっていくっていう段階ですね。まだ体の毛の方はねそんなに冬毛してないんです、まだまだなんですけれども、オスの角の完成はこうやって早いんですよね。ちょうどこの1週間ぐらい前、10日ぐらい前っていうのは、この袋角が取れたのがぶら下がっててですね、これはなんだっていう状況になってたんですけども、ただ特徴的なのはあれですよね、角の先が全部内側に巻いていくので、外にこう出てないんですよね。内側に巻くような感じの角の生え方をしてますね、今年のデナリは。でうち3頭いて、ノエルとピコロっているんですけども、ノエルの方はですね、まあこれはメスではなく去勢した、まあ、オスだったんですけども、血縁的なこととかいろんな将来の繁殖のことを考えて、去勢をしているんですね。玉がないです。でトナカイの場合はオスにもメスにも角が入るので、去勢することでメス化していくっていうのが基本的なことなので、角の生え方とかそういうリズムっていうのはメスにと同じような同調していくんですよね。だからまだ袋角です。でメスの方が遅いんですね、完成するのが。まあよく言う話ですけども、クリスマスの前にはオスのデナリの角が落ちて、で角がきれいに生えているのはメスになりますよね。でこのノエル、ただまあちょっとまだ完全にオスであった頃の名残っていうんですかね、右角の下にこうヘラのようなものが、大人オスの鹿はきれいなのが片っぽ生えるんですけども、なんていうんだろう、角になってないんですけども、ちょっと肉だれみたいな感じでぶら下がってます。これがどうなっていくのか、多分枯れ角になってくるとそれも一緒に落ちそうなんですけども、ちょっとどんな形になっていくのかね、まだ数ヶ月先の話ですけども、ちょっとどんななっていくか観察していきたいなっていうふうに思ってるのがですね。で見えるかね、ピコロが見えないです。ピコロが見えない。さっきまでいたんですけどね。うん、でまあ今年はね、夏本当にもう記録的な、北海道的には記録的な暑さっていうんですか、旭川でもほぼ1ヶ月最高気温が30度っていうのがあったんですけれども、やっぱり北海道はここはすごい、トナカイのいるところはすごく木がいっぱいあるんですけども。日陰がかなり広く覆われるとやっぱり湿度が低いので、日陰があると結構問題なく過ごすことができます。トナカイはね、本州の方とかだとね、結構水浴び場を作ってあげたりとかするんですけど、うちもちょっと即席っていうか、ちょっとたらいの長いみたいなやつなんですけども、そこで足でパチャパチャやったりとか、その程度で済みましたね。まあ、これからはちょうどいい季節になっていくのかなって思います。
なんかあれば、言っていただければ。はい、コメント見ていきますね。結構ね、本当に今閉園も、まあ、余儀なくされているというか閉園中なんですけれども、日曜日はヒグマの工事なんかの関係者もいないので、本当に動物園関係者しかいなくて、動物の気配の音ぐらいしかしない、まあ、こういう日もそうそうない日ですね。だから静かなんで、このカチカチカチっていうね、トナカイのひづめの音も多分聞こえてんじゃないのかなと思うんですけど、どうですかね、聞こえてますか、トナカイのカチカチ音。あ、聞こえてるそうです。うん、これはね、すごい特徴的なので、まあぜひとも、これ雪の上だと本当に、本当なんだろうと思うぐらいにカチ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 って、聞こえます。まあ、指鳴らすのと同じじゃないかとも言われてるんですけど、まあ、まだはっきりどういう原理でこのカチカチになってるかがよく分かってないですけども、まあ、あ、来た。出てきました。ピコロ。ピコロですね。あれがまあ本当のっていう言い方変ですけど、メスの角の形ですよね。あの前に伸びるヘラのような形をしたのがないんですけれども、あ、ひづめはどんな形ですかって。ひづめはですね、鹿に近いんですけども、少し大きいっていうか、少し角度が寝てるんですね。ひづめの立ち方っていうんですかね。で、面積が広いです。で、腹蹄って言って指4本あるんですけども、メインで使うのは2本で、その横に生えてる、まあ、僕らでいう人差し指と小指ですよね、その部分も、あ、ちょうど手前に足がもうつきます。で、これすごくうまくできていて、まあ、草食動物みんな基本ひづめなんですけども、冬になると特に北海道だとすごく湿度が下がります。で、ひづめがかなり硬くなるんですね。で、硬くなると雪の中だとスパイクのような役目を果たすんですね。ガチガチっと。で、雪が溶けて、例えばトナカイのいるような少し苔が生えているような岩場だったりとか、そういうふうに湿気が入ってくると、今度ひづめが少し柔らかくなります。で、そうすると今度滑らなくなるんですね。で、これエゾシカもそうだし、羊とかヤギもそうですね。やっぱり動物園でどうしても飼育しているこういうひづめのある動物たちっていうのは乾燥しがちで、で、ひづめは本当に硬くなるともう飲みも入らないぐらい硬くなっちゃうんですけども、まあ、本来そんなにカラカラのとこに一年中いる、草食動物っていないんでね、草の上歩いても湿気は本当はあるんで、まあ、自分はもう湿気がちゃんとあったり、冬になったら乾燥したりっていうちゃんとリズムを作ってあげるのも大事かなと思います。ちょっとね、前に伸びてますよね。こうぐーっと寝てるっていうんですか、指が寝てる状況になります。爪切りとかはね、特にしなくても自然に歩いてるうちに削れますよね、うん、やっぱり運動量との関係と、まあ本当にね、もう本当は自然の中だともっともっと起伏があったりとか、もっともっとこう関節を柔らかくいろんな風に使うんだと思うんですけども、まあ、飼育下だとどうしてもね、同じような使い方になるんで、変に伸びたりっていうことが起きることはあるんですけれども、やっぱりデナリの方も別にノエルに対してはそのライバル意識っていうのは持ってなくて、鹿の仲間はやっぱりオスは特にこの袋角っていう、袋角が成長している時からこう袋角が向けるともう性格が豹変しますね。昔はよくジキルとハイドみたいな比較で話をしたりしたんですけれども、本当に面性がある。
からそういう意味では袋角の時はおとなしいんですけども、袋角が取れるとね、花の尾形って言いますけど、花の頭まで毛が生えているのもトナカイの特徴ですね。今食べてるのがルーサン乾燥マメ科の牧草ですよね。うん、今年はですね、いつもだと夏の間っていうのはうち近くの農家さんと契約をしたりしてですね、青草をあげてるんですけども、雪がなくても雨がなくて二番刈りの草とかが全く取れなかったですね。でうちは、まあ、乾燥だったりとかこういうちょっとカロリーの高いものだったりとかをいろいろ併用しながら、うん、栄養のバランスを考えています。園長、トナカイは小動物を食べることがあると聞きましたが、動物園で実際にそういう行動がありますかというコメントをいただいています。はい、動物園ではですね見たことないですね。ただ草食動物だから草しか食べれないっていうのはそういうことはなくって、例えばキリンなんかでも草を食べてる時に鳥の巣なんかがあったらそのまま食べちゃったりとか、そういうのも観察されています。で消化できないっていうことではないんですよね。ルーメンの中第1位の中で発酵させて、で第4位まで行くと、まあ、僕らと同じような胃の消化機能を持っているので、だからなんかカバがね草食獣食べちゃったとかいろんな話があると思うんですけども、全然絶対に食べないっていうことではないと思います。あと角の形には共通のパターンなどがあるんですか？これはですね個体によっても違うと思うんですけど、今ちょうど映ってるこの右の手前に頭の前に出てきてるヘラみたいになってるのが片っぽあるのが基本多いですね、オスは。でこれが雪をねほじくり返すのに、雪の下の餌を食べるときにこれでこう払ってやるんだっていう、なんか文章を読んだこともあるんですけども、ただよく考えるとクリスマスぐらいにはオスは角が落ちちゃうので、やっぱりそういうことよりもこうなんだろう、立派さの象徴みたいな意味合いの方が強いのかなっていうふうに思ったりもします。毛の生え変わりはありますよね。今夏毛ですよね、これからですね、まだもうちょっと、10月11月になってくるともっとまたほわっとした冬毛になってきます ね。 そうですね、冬から夏に変わる時が結構ボソボソっと抜けますよね。うん、ボロボロな感じにはなりますな。まあ、まだね、そんなに本格的なオスの行動にはなってないです。今まだ食べる方に集中してるんですけども、これがもうあと一月、もうあと数週間もしてくると僕らそばに来ただけでふわふわふわってこう威嚇の鼻息を鳴らすようになってきて、お客さんの夏場の間はねこのトラロープはないんですけれども、角がこれ本当に丸くなってるんで出てくることはほぼないんですけども、1枚なの でそれでこのトラロープを貼ってっていうことでちょっと近づく距離をね、取れるようにしています。角は特になんか加工品とかにはしてなくて今展示に使ってるぐらいですよね。そうですね、まあちょっと行きますか。はい、まあ、確かにね鹿の仲間の角は、まあ、再生産されていくので、いろんな活用の仕方はあるかなと思うんです。これが去年のかな、この今ビヨンと飾ってあるのがこれ去年のかな一昨年かな、やっぱり同じような感じではいきますけどね。でさっきのノエルじゃないですけどもメスになってくるとこういうちょっと細い角になりますよね。でもまあねすごいもんで、
あ、これは本当自然落核なんで、こういうふうにこのちょうど落ちるときはこんな感じです。なんていうんですかね、この角座の部分から本当ある日突然こうポロリと取れるんですけども、でここから本体が切り離される感じですよね。はい、ではちょっとプラリと行ってみますか。はい、トナカイだけで15分もいてしまいました。どうしますかね。なんかこのもし園内のなんとなくイメージが分かってる方いらっしゃったら、ちょっと移動していくので、何かどっかどっちに行ってほしいよとかあれば言っていただければ、そっちの方に行こうかなと思います。ちなみに園長の死活のキーホルダーはついてますか？あ、この死活のキーホルダーはね、ずっとしてますね。鍵移んないように。これはうちのエゾシカの角ですよね。この金属の色の方がついちゃいますね。だからこの輪っかの方が取れる、切れちゃったりするんですけども、やっぱりすごく丈夫ですね。昔いろんなものに使われたっていうのがすごくよくわかるような、これ自体はね、なんかの役目っていうわけではないんですけども、前ね、イベントでやったりしてたんですよね、作るの。いろんなのね、いろんなことは。園長、コメントいっぱいいただいてまして、カバ、オオカミ、ジャック、カバ、オランウータン、カバ、ワまあオ、ね、あ、ブ歌ルーはね、シ。今ね、ちょうどこっちで遊んでますね。こっちっていうか ちょうどですね、やっぱり今時期ぐらいの、太陽の明かりだと、すごい気持ちがいいですよね。で、風も抜けるし、実際、ボルネオなんかに行っても、もう日中35度とか6度。で、太陽光線強いので、日中って本当に森の中って気配、いろんな生き物の気配が消えますよね。だから少し日が傾いたりとかっていう時にこうやって活動し始めますけど、やっぱり北海道だとちょうど今時期がどの動物にもすごく気持ちのいい時期かもしれないですね。まあ今このモリトとネモカはもう本当に親子みたいな感じで、よくじゃれ合ってて、まあ不思議ですよね。やっぱりジャックがいるのが分かってんで、多分モリトはいわゆるフランジが出てきて大きなオスになってかないんですけど、でも全部連動してて、顔だけかと思うと手の大きさなんかもやっぱりまだメスとオスの中間ぐらいの感じで、もしもね、これでどっかで独立して一人になると、多分1年以内ぐらいにはこうフランジが出てきてなっていくんでしょうけど、まだまだ本当にね、来るお客さん大体親子だねっていうふうに見ますけども、まあ本当面倒見がいいですね、兄ちゃんの方はね。まあ、食べ物を食べる時だけはちょっとかなりやっぱり食べ物は譲れないみたいなとこはあるんですけど 結構行ったり来たりよく遊んでます。ジャックちらっと見てきますか？あ、じゃあジャックもね、うちは閉園してても基本的なリズムは開閉してる時と同じリズムにするようにしています。モリとトモカは寝室入ってからも一緒ですよね。ジャックは、まあジャック、おい、ジャック。まあなんかいつものジャックって感じですね そうですね。ただね、やっぱり、まあ、リアンが亡くなってからも何年も経つんですけども、もうそういう意味でのなんかこうメスの気配がないっていうことは、ジャックにとってもちょっと張りがなくなってきてるのかなっていうのは感じることはありますね。まあただ基本ね、こうやって一日のんびり過ごすのがラウタンなので、
ちょっと見えなくなっちゃいましたね。よし、では行きますか。あ、こっちから。園長、オスとしての発達が遅くなってもその後に影響はないのですか。あのですね、これ本当にボルネオにおいてもそうなんですけど、パッと見オスかメスかわかんないオラウタンって結構いて、その、まあ、地域っていうんですか、その行動圏の中にジャックのようなああいう大きなフランジを持っているオスがいると、他のオスたちは成長しても基本的にああいうふうに自分もいるぜみたいな主張しない、でそれがこう争いを生まなくてっていう基本だっていうふうには聞いてます。でただ絶対に繁殖能力がないのかっていうとそうではないんだっていう話なんですけれども、だからそういうオスが近くにいるときには多分十数歳になってもフランジは出てこないんだと思うんですね。ただ他の動物園で見たのは10歳でももうジャックみたいになってるのもいれば、なので多分守りとも、どこかで独立していけばですね、立派なオスにちゃんとなれるんだと思います。テナガもね、あれがだいぶ子供の方を歌、だいぶ成長してですね、結構自己主張がやっぱり出てきましたね。ただまだ父親とお宗屋の方と何か争うということは全然ないんですけども、かなり一人でよく泣くようになってきました。でやっぱり物をこう揺すったりとかね、ちょっとこういうオス的な行動っていうんですか、自分の主張っていうのが、結構強くはなってきてるんですけど、まあ、ちょうどうちはね、色がお宗屋が真っ黒で、まあお母さんの方がちょっと焦げ茶で、で子供が薄いベージュなのですごく分かりやすいんでね、来た時にねその親子の関係なんかも見てもらえたらなとは思います。今日午前中歌すごい歌ってましたよね。うん、まだねちょっとまだ父ちゃんほど上手じゃないけど、まあお母さんですね。てるてるはどこにおりますか。向こう側ですか。うん、多分あっちにいるんだね。見えないです。まさかいないとか。今園長がてるてる探しに来ました。黒い子、あ、いました。あ、いた、こっちにいつの間にか入れ替わってたんね。いたのかね、こっち。ちょうどね、逆光で見ると父ちゃんは真っ黒だからちょっと見えない時がある。ではなんか流れで言うと今猿のところを戻ってきてるんですけども、まあ、その先で左に行くか右に行くかで見れるものが全然変わるかなと思うんですけど、なんかやってますね。まあみんな順調に成長してますね。ピントが檻に合ってしまって。あそこウッドチップの中にかぼちゃの種を隠してあって、それを探してます。すいません、ピントが合わなくて。お、戻っていた。ローブスは、あ、いた、いました。コロブスもね、子供がもう自分で結構お母さんから離れて遊ぶ
出る時間が結構長くなってきましたね。あのお姉ちゃんと一緒に遊んでることが多いように思うんですけども、ちょっと見えにくい場所をちょろちょろしてて来た、はい、いた、いなくなった、はい、アンズです。結構気にはしてるよね。そうですね、うん、まあだいぶ今はね一番不思議な色をしてる時かもしれないですね。ちょっとね少し黒い色が出始めて、全然、うん、単独で見るとね、同じ種類っていうかのことは思えないようなだいたい4ヶ月ぐらいでカラーリングがほぼ大人になるので、でこの子七夕生まれなので、今2ヶ月ちょっとか、そうですね、あと2ヶ月ぐらいのうちに、うん、アンズみたいになります。でもねこれも私あのビル眺めてるとずっとなんか見てれるなっていう感じで、兄ちゃんかこれ、父ちゃん、父ちゃんです、父ちゃんだね。でこれ自然の中で白が見えにくいから白がいいっていうわけじゃなくて、この真っ白い見た目っていうのが構いたいというか大事にしたいみたいな気持ちを駆り立てる。うん、あのまあ種類によってね、そのいわゆる、まあ、母性本能的なものとか、あの群れの中でのオスも含めてなんですけども、あの子供のサインっていうのはあると思うんですね。で全体であの親だけじゃなくて、みんなで見守っていくんだよっていうののサインなんだと思います。だからこのオコロブスの場合は母親だけじゃなくて、あの他のメスなんかもね、出産してすぐにあの預かったりとか、あのそういうような子育ての仕方をするので、あとは数がいればいるほどあのすごい特徴的な子育ての仕方をするのかなと思いますね。結構そういうサインってありますよね。例えばチンパンジーもあのお尻の毛が白いですよね、子供のうちは。でその白いのがやっぱり子供のサイン でそのサインが消えてくると今度大人の仲間入りになって、結構いろんな悩みが出てきたりとか、あのまあ、思春期っていうんですかね、なってったりとか、まあ、いろんなことが起きてくると思うんですけども、このコロブスなんかもやっぱり4ヶ月5ヶ月してだんだんと大人と同じ色になってくると、 ある程度大人の社会にだんだんと入っていくことになるんでしょうね。まあ、やっぱりでも遊びはね、こういうふうに成長していく中で年が違う子たちがいるっていうのはすごく大事だなって思いますね。で自分より下の子だから同じことができないのはやっぱりお姉ちゃんのも分かってるの でその中で戸惑いながらもこう一緒に遊んであげたりとかしてますよね。よくあんなことされて怒んないですよね。面白いね。あ、ちなみにコロブスの赤ちゃんはオスでした。そしてワオです。これもチビだよね、ワオね。そうですね、だよね。やっぱりワオはね成長が早いですね。もう去年のはもう自分はどれがどれだかわからない。
これはね、今コロブスと少しじゃれ合ってるというか掘り腰ですけども、やってるのは今年だよね。そうです ね、 ね、うん、そうです。もうちょっと目にはね、遠目にはもう分かんないぐらいの大きさになりましたね。結構それぞれこの網越しに遊んでますよね、うん、ちびっこ同士が、うん、ちびっこ同士はすごいやってるね。いやでもだいぶ動くようになってきたね。そうですね。して、母さん今このあの奥でぼーっと、特にこのこれが母さんなので、うん、もうこんなに離れてても平気なんですね。ね、このコロブスは両足投げ出して座るみたいな座り方好きですけど、あんまりないよね他の猿ではね、こういう足を投げ出して座るっていう座り方。ね、うん、普通に椅子座ってるみたいな。うん、結構リラックスするとこういう、こっちも歌かもしれないね。今歌、あーとととととおお、あのモカが、結構ですね、まあ空中散歩って言ってますけど、あそこで結構2つで、最近よくあそこでやってますね。今映ってるのモカですけど、なんだろう、逆さ大車輪みたいなことやるんですよね。ぶら下がりながら右手左手左足右足みたいな、こうぐるぐるぐるって回りながらぶら下がって、うん、うん、あ、歌聞こえてるみたいです、うん、ねえ、これ本当に園内ずっと響き渡りますね。うちでいうとトトリって一番正門にあるんですけども、そこでも聞こえますね。で、旭山なんか行くとちょっと散策して歩いたりすると、あっちでも山の中まで響いてるので、と綺麗な声になりますね。はい、はい、このサルシャはね、強制展示してないんですよね。施設が古いので他の動物の寝室分がないっていうのもありますよね。まあそれもあるんだけど、なんかね、例えばね、山嵐とかね、なんかしたら面白いことできそうかなと思ったりも、ではどうしましょうかね。ここで左に行くか右に行くかで、右に行くと北海道産になっていくし、左に降りるとまあ、猿山抜けて中央に抜けたりとか、オオカミの方に行ったりとかできるんですけど。そうですね、どうしますかね。オオカミ行ってカバ、キリン方面、え、行き過ぎですか、なんかね、どうですかね、どんな感じでしょうかね。これは時間的には大丈夫なのでありますかね。今もう、ね、30分経っちゃったんですけど、フクロウ、あ、そうだ、今日サムネをフクロウにしたので、道山抜けてオオカミ行きませんか。あ、そんな感じでいいですかね、はい、そろそろ葉っぱも色づいてくるのは色づいてきましたね。もう北海道はね、秋になるともう一気に秋になってくるのでなんかね、冬が迫ってきてるのかなと。静かですね。まあちょっとこれからしたら道山抜けて狼の方にということなので。サルシャで近親交配は起こらないんですかっていう質問があるんですけど、あ、そう、これはね、これから、うん、難しいとこですね。だから近親交配避けるような組み合わせだったりとか、例
例えば他の園との、あの動物の交換だったりとか、そういうことも視野に入れつつやっていかなきゃいけないことにはなってきますよね。今のところは大丈夫なんですよね、うん、海は、あ、寝てました。海です。まあ、タヌキはね、まあ、北海道だと人の前によく出てくるのはキツネで、タヌキってなかなかいるんだけど姿見ることないのが、まあ、タヌキでみたいな感じで、ちょっと本州ではね逆なのかなと思うんですけども。そしてこっちはアライグマです。アライグマですね。寝てます、まあ、なかなかね北海道ももう本当に、全域でもういるんですけども、やっぱりちょっと見にはタヌキにすごく似てるんで、見分けがつかなかったりとかすること多いのかなと思うんですけど、尻尾のしましまとかね特徴的なのがあるんで、まあ、今日はもうポカポカなんで。そうですね、今日はもう朝ごはんもたっぷり食べたし、ここにいるんです。ちゃんです。もうね、おばあちゃんなので目が白くて。うん。あれ、あとあいつがいるの？タヌキチは逃げていきました。うん。ここはね、交通事故で、まあ、市内の開業の獣医さんのところに行って、後ろ足を断脚した個体がいます。やっぱり地元の動物の場合はですね、やっぱりロードキル、まあ、交通事故ですよね、すごく多くて、北海道だと鹿だと、まあ、列車事故なんかも含めると3000件以上年間、交通事故が起きてるんですよね。で、まあ、こういうちっちゃな、タヌキとかキツネになるともうデータもない。あ、今ちょうど出てきた。あ、入ってちゃった、ね、左足がないんですけども。で、今年もですね、この間今バックヤードにまた違うタヌキがいるんですけれども、交通事故で死んでた親のそばにいた子タヌキが保護されてきてます。まあ、お母さんのタヌキは死んじゃってたんで、交通事故で死んでたんですけども、そのそばに寄り添ってたのが、まあ、うちにも来てます。だから意外とね、そういう小動物っていうんですかね、ちっちゃな動物たちだったり、まあ、例えば鹿だったり熊だったりとかで交通事故っていうと結構ニュースになるんですけども、こういうちっちゃな動物たちもね、本当は僕らと一緒に生活してるんだなって思いますね。ウサギはまだ夏毛ですね。リスも、リスはリスの上にいる。あ、奥にいるのか。はい、リスもまだ夏毛です、うん、エゾリスはね、その年に生まれた子だけは夏の間からもう耳に長いふさげがあるんで、大人か子供かっていうか、その今年の子かっていうのは見分けがついたりしますね。ミンク、これ北海道もね、もうこれも本当もう全域にいます。結構未だにやっぱりちょっとカワウソがいたよみたいな話を聞くことあるんですけど、北海道ではもう全部ミンクですね。でミンクの特徴は、今ちょうど顎の下が白いの見えるかなと思うんですけども、下顎の何て言うんだろう、顎ひげ的な部分っていうんですかね、顎のそこに白い斑点というか必ずありますね。毛色はこういう焦げ茶とか黒っぽいのから、まあ、ベージュっぽいのから、ちょっと本当にアルビノっぽいような白いのから、すごく、もう元々は毛皮のために養殖してたものを全部意図的に逃がしちゃったっていうのがあって、で、そこからもう全土にいるんですけども、やっぱりイタチとかカワウソとかの系統から見ると、少しちょっとね、顔つき、
目がちょっとちっちゃかったりとか、ニョロンとしてるっていう単位なんですけども、だから水陸両用なんで、やっぱり北海道の自然の中でいうとちょっと掟破り的な動きをしますよね。で、動物園の周りの水辺にもいっぱいいるんですけども、隣の池なんかだと冬雪の下に通路を作って池の中に入っていて魚を取ってますね。で、美味しいところだけ食べて、岸辺に、雪の下に岸辺にずっと魚の頭だけが並んでるみたいな、そんなこともします。今はね、もうこれをなんだろう、アライグマもそうですけども、北海道から全部じゃあ駆除しようって言ってももうできる次元ではないような気がしますね。なんかである程度一定数に抑えながら、今までずっと北海道にいた動物たちと折り合いをつけていくっていうのが現実的なことなのかなと思いますね。なかなかね、このミンク多分見れる場所ってそんなにないと思うんですけれども、でうちは比較展示で同じ仲間だよっていうことで、これエゾクロテ、もう顔が違いますよね。目、これも聞かないですけど、今日水の中に入っていって泳いで魚を取ったりってことはしない。だからミンクはですね、カモも取ります。やっぱりこういう肉食動物が来るとカモの仲間なんかも水の中に入るんですよね。で、その水に入ったところを今度は入ったところを見計らってミンクは水の中に潜って、で水中からガブってやるんですね。で、引きずり込んで溺れさせてっていうこともするんで、やっぱりミンクはすごいしたたかですね。そういうことは天はしないですね。でも天も自分より大きいウサギとかでも取るの、ノウサギは簡単に取りますね。黒天、この天はですね、うち昔の話ですけども、多分エゾシカなんかの子供は取ります。口の中に入るんですね。生まれたばっかりの鹿の口の中に入って舌を噛み切るんですね。で、一回動物園でも舌がベロですね、ずっとずっとになったのがいて、で死んでたんですけど、で見るとですね、そして肛門に穴が開いてて、肛門から食い破って内臓を食べて、でこれキツネじゃないよねっていうことで、多分この黒点だろうっていうことになったんですけども、やっぱりイタチの仲間は結構怖いもの知らずというか、すごく獰猛な一面はすごくありますね。だから当然旭山公園っていうか旭山の方にも黒点はいるので、たまに園内に来たりしてます。エゾリスなんかがね、来てたりもするんですけれども、巣箱なんかかけてるとあれと思って尻尾が出てるなと思って見ると、エゾリスじゃなくて黒点が入ってたりとか、ね、でも黒点も昔一時期毛皮を取るっていうので、それで一応黒点の方はまだ禁漁なんですね。だけど点が増えてるよっていう問題はいろんなとこでは起きてます。シマフクロウの増殖事業で巣箱をかけてるんですけども、その巣箱の中に入ってシマフクロウのヒナがやられちゃったりとか、そういうことも起きていて、少しバランス的には増えて、ちょっと数多くなってんじゃないかとは言われてますね。ここはね、小鳥、なかなかね、そうやって保護できて話せないのということで、ここはやっぱり注目はオオアカゲラとアカゲラ、よくキツツキキツツキって言って見るんですけども、この旭山だとこのオオアカゲラとは、今映ってるのが今オオアカゲラですね。で、アカゲラとあとコゲラとは結構普通に見れます。で、ちょうど今、ひっついた時に白い斑点っていうんですかね、黒に左右にぴょんぴょんと斑点っぽく見えるのがアカゲラですね。ちょうど今並んでますね。奥にいるのがオオアカゲラですね。白い島が、オオアカゲラは島島島のままなんですけども、アカゲラの方は少しブチのような斑点になってますよね。で、あと胸の方の黒い縞々があったりとか、ただこれ若い時はアカゲラの幼鳥にもあったりとかで、今度はね、頭の赤色の、どこにあるかとかで、見分けていくんですけども、でも種類が違います。でも破壊力も違いますね。大アカゲラはやっぱり大きい分すごいですね。
で昔クマゲラもいたんですけど、クマゲラになるともう本当にどうしてっていうぐらいなです。あの鉄板でも穴開けちゃうぐらい。あとねスズメがいます。スズメがねなかなか取れない。でみんながよく知っているスズメと、みんなが知ってるようで知らないニューナイスズメが1羽いるんですけど、あの旭山も本当に綺麗に住み分けてます。やっぱり僕らが人がいる場所に、人が生活っていうか人の気配がある場所にはスズメです。で人の気配がすごい少ないところの本当外周柵のちょっと一歩外に出るとスズメはほとんどいなくって、全部ニューナイスズメですよね。で変な話ですけど最近こうやって、閉園緊急で閉園することが多くなって、でそれでですね園内の木であのみんなで集まってスズメだなと思ってたらみんながねぐらにして、園内の木でニューナイスズメがねぐらにしてたり、今までなかったようなことがやっぱりこの緊急事態宣言とかそんなことで起きてますね。あそうそう、今年は春のね閉園で、売店さんの屋根の軒下であのキビタキが巣作ってて、でお客さんが来るようになってキビタキ慌ててたので、僕本当にあんな近くでキビタキの巣見たの初めてですけども、あの3羽は多分無事に巣立てて、行きましたね。でオスもメスも餌運んでくるんですけども、まあ、お客さんがいなくなるタイミングを見てこうせっせと餌運んでましたね。多分ずっと今まで開園しててっていう中では初めてですね、あんな人の近くでも人がいないと思って来ちゃったと思うんですけども、まあ、ずっと映ってるのがオオアカゲラ。胸にもねあの黒い 縦のシマシマシマが生えてますよね。乳内がずっと乳内がねちょっと分かんないね。乳内はですねほっぺのこの黒い、まあ、ちょっとこの絵では見にくいですけども、このほっぺの黒い点々このスズメありますよね、ここにね、もうちょっとくるんとあると思うんですけど、それがないんですね。特にメスになるとこれ本当にスズメなのかなってちょっと分かんない感じですね。うちもね前はオスメスいたけど今はどっちだ、オスだけですね。メスが死んじゃって、うん、一回ね繁殖もして巣立ちまで行ったんですけどヒナが、ね、死んじゃって、やっぱりまあなかなかこういう雑居での中での繁殖ってすごく巣立ってからが難しいですね。あのスズメもそうなんですけど、他のスズメもいたりとか、やっぱりしばらくは親に頼ってるんで、その間に、まあ、今少し野鳥の保護なんかでね、バックヤードの方でもう別の種類がいたりするんですけども、もうきっと来シーズンに向けてかなっていう感じですね。まあ、これね、白石霊なんかはね、渡っていっちゃって北海道で冬はいなくなるんで、オシドリもね。この木は今年の春はね取り替えなかったんですけど、やっぱりオオアカがいると破壊がすごいので来春は変えなきゃなって感じですよね。まあオジロワシも一だけど、まあこのフクロウもね、あの北海道すごくフクロウの種類多いですけども、南方に冬は渡っていってしまう種類も実は多いですね。で、まあ、このコノハズクも代表ですよね。でこっちで繁殖をして、もうそろそろ多分移動を始める時期になるかなと。でうち赤褐色、あの赤型と、茶色型と2パターンいるんですけど、ちょうど今手前のすぐそこにいるのが茶色型で、あの奥のが赤い。まあ、これは本当に自然の中で見つけるのは本当になかなかだと思います。今手前の方はやっぱりもう自分は木なんだようにちょっとなりきってる感じですね。でちょうど羽角頭の上の、まあ、飾り羽、耳のように見えるのも綺麗に出てますよね。で半目開けて気配は見てます。でいよいよ近づいたりしてくると目パッチリ開くんですけども、基本昼間はこういう風にして自分の気配を消すのがフクロウですよね。あっちの奥のやつも本当一見どこにいるのかなって分かんないぐらいもう見事に同化してますよね。まあすごいちっちゃくって、
まあこれもね、でも本当にずっと本州下手すると東南アジアの方まで渡るっていうんですけど、こんなちっちゃくてね、渡っていくんですね。で、まあ目の色が黄色いのがコノハズク。こっちオオコノハズク、これも渡りですけれども、ちょっと大きさは大きいですよね。まあでも今ね、フクロウなんかすごくいろんなふうなことで、まあ今でもなんとなくペットの方ではブームが続いてるのかなと思うんですけど、やっぱりこういう小型のフクロウがね、やっぱり人気なんだと思うんですけど、ただですね、フクロウはやっぱり肉食なので、こういう小型だと本来虫が多いと思うんですけども、まあ獣舎の壁も見てもらうと分かる通り、糞がね、やっぱり小鳥とは違って、こうピシャッとこう、ま、なんて言うんだろう、いわゆる水溶便ですよね。だから結構下なんかも、白い部分がおしっこで、茶色い部分が僕らでいううんちの部分になりますけども、壁だったりとか、まあ、自分も他で昔やってて飼ってたら、もう玄関に置いておいたら、もう壁中こんなになっちゃって、結構匂いもねすごい強いので、基本おとなしくはしててくれるんで昼間いいんですけど、環境とか匂いとか、そういう部分では大変だと思いますね。だからペット屋さんで売ってる日本産じゃないのが売ってますけども、可愛いからってすぐに飼育っていうよりも、いろんなことをちゃんと考えて、ちっちゃくてもね、上手に飼えば10年以上は生きますから、そういうことも考えていかなきゃいかないのかなと思いますね。で、今だいぶみんな飼うが終わって、1羽、あ、でも綺麗になってきたね、みんなね。そうですね。本当フクロウはこの羽が、顔の周りの羽全部抜けると、これは何者っていうぐらいの顔になるんですけども、この間まで1羽結構頭の、羽の生え変わりしてるのがいて、もう目玉だけみたいな感じになってましたね。何これっていうぐらいだったんですけども、今はだいぶ綺麗になりましたね。入るの早いですね。うん、で、まあ、このハズクトウの見分けでいうと、虹彩、まあ、僕らでいう茶色い目の茶色い部分ですよね。それがすごい濃いオレンジなんでね、遠目でも見分けはつくかなと思います。ピントが急に。うん、これはもうこっちに気づいてるから、目くりくりのまんまる。青葉。ねえ、青葉の頃に渡ってきてた青葉ズクで、まあ、これもね、北海道では渡り鳥で、冬になるともうちょっと秋深くなると、本州もっと南の方に渡っていっちゃいますね。結構これ旭山でもコンスタントに行く、毎年多分繁殖してます。で、夜中に街灯の下に集まってくる虫を取りに、来てますね。夏の間結構そうやって観察できます。街灯の下でね、頭だけ、甲虫の頭だけ落ちたりしてるのを、結構この青葉ズクが取りに来てるの多いと思いますね。なかなかピントが。ね、ズクといえども不覚はない、飾り羽の耳の先はないですね。ということで、かなりのんびり歩いてるうちに、まだ動産を抜けていないではないかということなんですけど、でもね、動物園に来てこうやってゆっくり見て歩くのも、これはやっぱりザ・フクロウですよね。これ映像フクロウですけども、まあ虹彩の色が黒いんでね、ほんと黒目だけっていう感じに見えますけども、瞳孔を開いて全部が黒、黒くなってるんじゃなくて、周りが黒いんですよね。ねえ、本当に音がしない。これも旭山では毎年繁殖してますね。旭山って隣の山隣のの山ですね。ですね。これもね、ヒナ巣立ったヒナはなんかギャーとかすごい声で鳴くので、たまに親が連れて夏場になると
の園内の方の街灯に止まったりとかして、きっと連れて歩いて虫取ったりとか鳥取ったりとか、狩りの練習してるんですよね。まあ、うちここにいるのもほとんど保護で、やっぱり翼の怪我だったりいろんなことで保護されてきている個体が多いですね。ということで北海道産をそろそろ抜けて、で最後ちょっとねここはシミミズク、今北海道ではシミミズクがいるかどうかはすごく微妙なとこなんですけれども、まあシマフクロウに並ぶぐらいの大きさの、鳥なんですけれども、こっちは魚食じゃなくて、哺乳類とかね鳥とかを食べる方のフクロウですね。でかなりもう10年ぐらい前まで繁殖しているペアがいるのは確認されているんですけども、それ以降情報はなくなっています。だから今うちにいるのは、まあ、すごくワシミミズクは分布域が広いのでヨーロッパまでずっと一円にいるんですけども、そっちから入ってきた個体です。北海道産のではないです。今展示は1羽ですけど裏に結構いますよね、うん、じゃあ繁殖はね結構しているのので、今正面はもうヒグマの施設、ヒグマ館もだいぶ少しイメージが湧くぐらいまで来てるんですけど、工事は結構難航しておりまして、やっぱり動線上工事の動線確保っていう部分ではかなり厳しくてですね、一回掘って基礎を入れてまた埋め戻してとかすごい複雑な工程でやってるので、その部分でかなり難儀してます。でやっと少し義眼って言って自然に見せるような集計の方の作業も入ってきつつなんですけれども、まあ、年内にどこ、まあ基本年内にほぼできるところまで行きたいんですよね。タンチョウもね今うちは単独でメス1羽なんで、なかなかね複数にしてあげてメスメスどうなのかなと思ったけど、やっぱりメスメスはの方がむしろ厳しくて、一緒にはできないので、やっぱりオスメスにしてやってなのかなとは思うんですけど、ただ本当10年20年前まではね保護増殖事業って言って環境省の方でも増やす方ので増やして自然に返そうっていうことをやってたんですけども、まあ、それがすごく順調にいって、まあ、自然繁殖も含めてですね今ちょっと数が保護する領域ではもうないレベルの数になったということで、今繁殖地の分散を図ったりとかして、だから動物園なんかで本当はね飼育下での遺伝子のプールだったりとか繁殖母体群を作っていくっていう計画だったんですけど、今なかなか飼育下で繁殖をさせてそれを野生に戻そうっていうのができない可能性が出てきています。だからペアにはしてやりたいんですけども、その後どういうふうにコントロールしていくかも考えなきゃならないですね。旭川でも今年僕見なかったですけども、数年夏場に若い個体ですけどね数羽単位で飛んでるのは見たことがあります。まあ、飼育地、まあ、昔のように本当に当たり前にちょっとした湿地があれば繁殖するようになっていくのかもしれないし、今農家さんに依存して全く湿地がないところでも繁殖は始まっているので、でもそれはもう牧場を当てにしているというか、牛と一緒に餌を食べるのを前提にしたような形でも生活し始めているタンチョウが出てきたりとか、まあ、これからいろんな意味で人とやっぱり動物の関係考えていかなきゃならない一面はあるかなと思います。さて、まあのんびりと歩きながら来ましたけど、ちょっとね、両生類館とちょっとシマフクロウはちょっとワープしちゃいましたけど、シカは角どうですか？シカはですね、今もう袋角がほとんど枯れ角になりかけてますね。
もうちょっとしたら剥けてきますよね。もうイボイボイボって色でまだあの皮はかぶってます。でこれがもうちょっとするとこの感じ、あまだ全然ね硬いけど、これがベロベロっと剥けてきますね。ただまだ夏毛です。あのカノコ模様、白い点々がありますね。トナカイもそうですけど、まだやっぱり秋ですね、まあ、これから冬に向かって冬毛に変わっていくっていうことになりますね。もうちょいするとね、あのオスの鹿が山の中でミーッすごい声で鳴くような時期が迫ってきてますね。やっと狼にいましたね。3頭で、最近ちょっとこの3頭でリラも一緒にいることが多くなりましたね。まだまだこれもあの冬毛にはなってきてないですね。もね、でもこのもうこれ以上白くはなんないのかっていう感じの、ね、白くなりましたね、うん、見えなくなっちゃった、うん、今またちょっとねしばらく閉園になっているので、ちょっと看板書き直したりとか、ちょっと新しいこう提案型の看板作ったりとかっていうことで、次開園した時にはまたちょっとねあのテーマを持ったような看板もできたりとかするので、楽しみにしていていただければなとは思ったりしますけども、これらがねこうやって来るのも珍しいけどね。そうですね、うん、今少し3棟であの今までずっとあの寝室を狩り場にして、でその寝室に入って狩りをしたっていう疑似的な体験で、でその後また外に出してたんですけども、少し夜の間も収容するっていうのを試し始めてるんですね。であの3棟でいて、かえって3棟でその夜過ごして、ちょっとここより狭いんですけども、サブのパドックがあるんですけども、あのの方が一緒にいるようになってきたような気がします。あのレラも一緒に、たまに何かがあるとやっぱり少ししょげて離れてる時もあるんですけど、あの極端に尻尾クーンって巻いてっていう感じでもなくいる時、今日かなりリラックスしてますよね。いつももうちょっとグーッと足の間に挟んで出てくるんですけども、あのそこまであの巻き込まないで、いたりすることも最近多くなってきましたね。まあ本当ね、もうレラも11今年に11か10、うん、そうなりますかじゃない、2011年、ヌプリとヌプと一緒だもんね。そうです ね、だからもう10歳、ね、いろんなことあって、でもまあやっぱり今こうやってね、3頭で血縁はあるんですけども、こうやって過ごしててもうね、赤トンボがねやっぱりね降りてきて明らかにですよね。山で過ごしてて、あの真っ赤になって里に降りてくるんで、ちょうどもうだんだんそんな時期になってきましたよね。今年は結構いるかもしれないですね。去年ぐらいからちょっとトンボがすごい少なくなってる気はしてたんですけども、あのここはね、あのちょうどあの岩に石があったかくなるから、もうトンボだらけになってね、もう岩がトンボなのかみたいなぐらいに覆い尽くされるぐらいになって、やっぱりこれからもそんな季節になるのかなって感じですね。涼しいから動いてますね、うん、ねえ、本当は一番動物園のねいい時期っていうか、見る側もすごい気持ちいいし、あの動物たちもすごく気持ちよく過ごせる、本当にいい時期なんですけどね。今みんな山の向こうに行ってしまいました、うん、
ということで、そろそろですかね。そうですかね。カバっていうコメントは多かったんですけど、あとグルーシャ、あー、まあちょうどね、そう言ってたら終わらないんですけど、ずっと、まあ、ちょっとレッサーパンダのところまで近づいてきたので、まあ、ちょっと次回またのんびり散歩はやろうと思うんで、途切れたところからちょっとスタートで行ってみますかね。白フクロウもちらっとしますか。うん、ちょっと今メスだけになっちゃったんですけど、なしかどっちだよね。今日多分桃なし、レン、リン、ユーで5つ、ああ、いたいた。これがなかなか。これ分かる方いますか？なしですかね。タオじゃない。桃じゃない。桃ではないです。あ、そっか。白。でも目の下も白がないので、なしかなと思うんですけど。うん。こっちじゃない？今見てくださってる皆さんに誰かわかりますか？ごっちゃりいるんで、あれはでもあっちが白。これが誰でしょう？いや、これも桃ではない。あ、母ちゃんでしょ。いや、じゃあ違うか。あれは、わかった。あれはリンリンじゃないか。あ、違う。あ、これユユじゃないですか、うん、そうだね。お母さんですね。うちはね、こうやってまあ母ちゃんと、もう子供たち4つなんですけども、2018年と2020年。だよね、18と20年だよね。で、結構平和に五島でいます。今なんかもうほんとまったりって感じだけど、ね、これがどっちだろう。プアル。はい、ということで、これね、ちょっとまあのんびり散歩という形で来たんでありますがちょっと一応このレッサーのところで今日の散歩は終了かなということで、ちょっとすごい自分もまったりしてたんですけれどもまあまたね、秋もしかしたら再来週もその次もみたいなこともあるので、またちょっとね、秋晴れの時に、雨が降ったら雨が降ったでもね、いいんですけどね、またこんな感じでちょっと散歩をしてみたいなというふうに思います。ということでしたら、今日はこれで散歩終了ということで終わりにしたいなと思います。ちょっとね、長時間になったんですけども、お付き合いいただいてどうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にプーアルを、向こう向いてますが、で、今がこんな感じで見てる。